はい、皆さん、毎度毎度。はい。で、あの、ロットが、ペーパーがはみ出る練習不足じゃないのただ単に。うんどこではみ出んのよこうやってはみ出るところないじゃん、こうやって。あ、斜めに入れちゃうからじゃないのただ単にこうやって。まっすぐ入れればはみ出ないんじゃないのペーパーが曲がってるからじゃないのあんまりはみ出てやりづらかったら細く切るっていう手もあるよね、ペーパーをね。あんまりやれなかったら、ペーパーが出る。あとは、 毛束を収束させちゃうからこうやってほらしっかりロット巻けないでしょまだロットあのワインディング始めて23週間の子はやっぱりどうしてもしっかり持っちゃうんでねこうやってロットをねそうするとほら真ん中しか巻いてないからりょ出てきちゃうとの、ね、うちそういうことかなもしかしてこれねちょっとみんなあの文章が足んなくてね何言いたいのか分かんないんだよだからね何言いたいか分かんないからねこっちが適当に考えたんでやってくるとさなんか答えになってねえ場合があるんだよねなんかそれが嫌なんだよね 言葉足らずっていうか、ね、みんな言葉が足んないから、見下り半も書く、見下り半書いてくれるけど、1行ってか、1行しか書かないとね、ちょっとわかんないよね。ペーパーが出てしまう原因、もしあ、ああのちょっと、これ、これも外しちゃだめだよね。あのー、もし、しっかり待てけなくて、本当にがっつり持っちゃってる場合、これはもう完全に指の力が足りない、あとテンションかけすぎると、上に引っ張ろうと思って、男の子なんか本当にね、 かっ,てもかって持ち上げられるぐらいね、こんなになって力入れるいか,からね、こんないらないよね、100グラ,100グラムか 200, 200グラム以下の力で巻きゃいいんだけどね。で、そうもう、力を抜けば両端、両端っこ持って巻ければ、当然ペーパーは出てこなくなるよね。端っこ持てばね、ちょっと今汚いけど、巻き上がりがねな。どういうことだかちょっとわかんないんだよ、あの、見下り班書いてくんねえと。一行じゃわかんないよ。<laughs> ね、あと、ペーパーがの斜めに入ってたら、当然、ペーパーがこ,のここからこうやって出てきちゃうよね、こうやってね。でもあの、国家試験だと、これ、減点対象になってなかったと思って、書いてなかったもん、むしろこ全体の見たくれの綺麗さじゃないあんまりこれが飛び出てると限点になるかもしれないけど、パーマかけるにあたって、ペーパーがはみ出てるっていうのは問題ないから、全くうちらはね。 どういうことなんだろうね。まあ暇だからこうやってやってくけどさ、もしかしたら指の力がないテンションかけすぎる腕の腕プシ強い感じの男の子なんか、まあメールくれた子が男か女かも女の子かもわか,かんないんだけど、女の子なの場合は本当に力がなくてね、ロットしっかり持とう、しっかり持とうと思うとね、どうしてもね、毛束が真ん中によってね、ペーパーが出てきちゃうつての。うん。だこれはもうね、練習して端っこ持って巻く練習をね、もう延々とするしかないね、ちょっと汚いけどね。うん。 まあね、汚くたってこうやってね、やってるときれいに出せないで、最後はね、ちょっとだめだね。まあ、こうやって、ね、こうやってきれいに巻いちゃうんだよ <laughs> ね。ワインディングね、本当に、1か月や2か月で本当とうまくなるようなもんじゃないから、本当に2か月やって、やっとなんかうまくなったかなって感じ、それでもね、あの世間に出ちゃうとね、 あの、美容室にうちら、うちのお店来て、じゃあ巻いてくださっったら一歩も巻けないから。う、あの、人間のお客様の髪の毛でツル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 さ、ぬるぬる滑っちゃうから。ウィッグの髪の毛ってあんまり滑んないけどね。ああ。ね。まあ、頑張って巻くしかねえな。ちょっと、あの、コメントが言葉足らずで言いたいことはわかんないけど。あペーパーが曲がってんのかなそれも練習が足んねえだけだな。はい。